奇跡だな。今回のね、ビデオは今まで見てきたエビの中で一番珍しいもの。めちゃくちゃでかいでしょ。このエビを剥いて食べていきたいと思います。ということで、今回はゴジラエビ。ね。本当に俺は初めて見たエビで、なんだこれって思って。伊勢エビほどじゃないけども、大きさとしてもやっぱりボタンエビとか車エビと比べても、比較にならないぐらい、でかい。このトゲトゲがね、すごい、やっぱ怪我しやすいから、まあ、気をつけて、剥くからね。3匹買ったんだけど、このね、卵の方は、焼いて食べようかな。ということで、剥いていきたいと思いまーす。まあ、剥き方としては同じなのかな。あ、これは焼くから置いておいて。こう剥き方はやっぱ同じだね。普通のエビと同じ。なんか、あーなんか飛んだ。こう。うわー、カニ味噌が、カニ、エビ味噌だ。すげーうまそう。うわー、すげーうまそう、エビ味噌。あ、いけ。大体ね、こんな感じの身が剥けましたね。ちょっとね、じゃあ今日はちょっとキッチンの方で生のゴジラエビをちょっといただこうかなと思ってね。あ、ならなかったね。はい、じゃあこれそのままいただきますね。はい。ん？ん？あ、やば。これはやばい。マジか。前のエビの動画で、エビは茹でたり焼いたりした方が美味しいかもって言ったけど、あれ訂正する。もう一個、いただきます。やばい。うん。うん。やべえ。なんじゃこりゃ。伊勢エビをすっごい濃縮させた食感、なんか。ボタンエビとかの刺身をちょっと濃縮させたような歯ごたえで、エビの持ってるちょっと甘みがあるんだけど、それをもう究極体まで進化させたような、なんか独特な甘さがある。やばい、なにこれ。これはうまいよ。今まで食ったエビの中で一番うまい。ちょっと小餅の方のゴジラエビは焼いていきたいと思います。グリルがうちはないからね。やばいよ、もうこれ、エビ業界、びっくり仰天の味っすわ。ね、ちょっと焼いたゴジラエビ、いただきますね。うわぁ。あ、うまっ。汁だけでもうまい。この卵、いただきます。うん。普通の焼いたエビと、また餌はない。いただきます。焼いてもこの濃厚な甘さと、この食感は変わるけども、甘みが、すごい。見た目はこうだけども、味は一番美味しい。このゴジラエビは値段ランキングに入ってるでしょうか？入ってないでしょうか？ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。